次は丈太郎。貴様だ。やろう。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう、では十分近づくがよい。呪い呪い、試してやるか。時を止まれ。うねえ。1秒経過、2秒経過、3秒経過、4秒。5秒経過、6秒経過。まだまだパワーを感じる。まだまだ止めていられるぞ。ところで丈太郎、実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。8秒経過。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。ジョースターの血は本当によく馴染む最高に入ってやつだ。うれぇ。スタンドのパワーを全開だ。ジョータロー、さっき頭に来ているとか抜かしていたな。お前の怒りなどそんなもの。1秒経過、2秒経過、3秒経過。ローダローラーだ。経過。やった。この吉良義景を探り回ってる者、必ず爆死させる。なんだ、一体私の左手が勝手に。シアーハートアタックを放った左手がいきなり。左手が重い。重くなっている。シアーハートアタックが何らかの理由で重くさせられている。ねえおじさん、大丈夫かよ。うん、なんでもない。キラークイーン第一の爆弾、スタープラチナ。
に合ったぜ。時は動き出す。お前のような人間に、なんてひどい野郎。真実なんだ。俺の無敵のキングクリムゾンは勝利に向かうはずなんだ。このプッチを押し上げてくれたのはお前らだ。私の味方は刑務所の時からお前らだったのだ。天に増します主よ、私を導いてください。私が間違った道を歩まぬよう見守っていてください。あなたの御心に我が身を捧げます。感じたぞ。今丈太郎が森を打ち込んできたあの位置で感じた。私を押し上げてくれたのはジョースターの血統だった。完成だ。重力のパワーがこの体を貫いてくる。順番は丈太郎ではなくアナスイになったな。始末するのはだがいいか、お前たちには計り知れないことだろうが、最後に一つ言っておく。時は加速する。そしてこれはお前たちを始末するための能力ではないし、最強になるための力でもない。この世の人類が真の幸福に導かれるための力なのだ。私の新たなスタンド、新たな能力、名を冠するならメイドインヘブン。覚悟を決めろ、ストーンフリーキッス。翔太郎さん、まだだ、まだだぞ。俺の合図を待て。
ザワールド。掴んだ。くらえ。プッチス。何？ジョリーのスタンドを使ってアナスイへ攻撃を。いった。遅れた。あと4秒。このまま奴へのとどめが終わらなければ再び家族の中へ身を隠される。時が動き出したら全ては終わる。停止している間に全てを叩き込まなくては。あと3秒。あと2秒。神父はすでに空中へ投げていた。かつてディオがやったように。見て遅れたようだな。ジョー・スター家は血統ゆえに誇りと勇気から力を得、運命に勝利してきた。だが弱点もまた血統ゆえに。空城城太郎、娘がお前の弱点なのだ。私を父さんが因縁は全て断ち切っておかなくてはならない。かわいそうとは思わないし、逃がすわけにはいかない。決着は全てつける。私はお前にとって母親の仇だからな、エンポリム。撃ってこい。その方が殉教者らしくこの世を去っていける。運命はここで